熊本地震が発生しまして、熊本県の大分県の大分県の収束を発表しないということですが、大勢の人たちが亡くなり、そしてまた今も避難所に避難をされているという状況です。ぜひそうしたことを私ども少しでもお手伝いをさせていただきたいということで、町田市のスポーツ振興議員連盟で今日は町田市、そしてスポーツ団体の皆さん方と一緒に募金をお願いしているようです。今日は議長、そしてスポーツ支援連盟の田畑の会長はじめ多くの議員も参加していますので、ぜひ向かってましたら、明日駅に進む場所でやってますので、ご協力をいただきたいと思います。